ね、どうなった投票結果、あ、見れるわ。と、肉が 46.1、 お寿司が 29.8、 麺が 24.1。 嘘、麺が一番少ないんですか。え、そうだったんだ。いや、私も肉好きですよ、やっぱ。でもどっちやん。寿司も好きです。寿司は、うん、食べたくなる、よく。充電がね、やばいのかもしれない、もしかしたら。そう、多分肉しか勝たん、わかる。肉は本当に美味しいですよね。推しに似るから肉が多いのか。柑橘ナギの言い訳タイム、やばい。そう、肉も麺も食べれますよ。みんな嫉妬してんの、かわいい。渚ちゃんの眉毛のファン、やった。結局全部好きです。あ、じゃあお菓子派かご飯派か、これ聞きたいな。私の影響、私ね、友達のことも肉の沼にはめたことあるんで、やっぱ肉の沼にはめさせられますね。やっぱお菓子かお肉、ご飯、お菓子かご飯、これ二択になるかな。じゃあ1がお菓子、2がご飯。そう、なんかご飯は別に全部のご飯で、1はお菓子です。肉の沼、肉沼にはめます。え、待って、1位、今トレンド1位、焼肉の部位なの。天才じゃん。どうですか皆さん。お菓子あんまり食べなくなった。お菓子結構面白いという、白米しか勝たん。お菓子ないと辛い。そうなんだ、みんなすごい。お菓子だけで生きてる、ご飯ないと生きていけない。みんな違う意見すぎて、まあ、まあ、かわいい。1がお菓子で2が実家なあたのトレンド、やめて。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、じゃん。あ、ちなみに、あ、じゃあちなみに渚は、何でもいいよって言われたら正直お菓子かもしれない。チョコしか食べないかも、本当に。チョコと栗と、え、マジでチョコと栗と、なんかなんていうので、食べれるかも、生きて煙るかも。あと、なんだろうな、あ、ポテチとかじゃがりことかポテロングとかで生きていける。そう、いや、マジでちっちゃい頃からお菓子しか食べてなかったの。ドーナツとかクッキーとかチョコとか栗とかね。あとね、私ハサミ焼きってやつが大好きだったんだけど、この間、ちょっとごめん、逃走中って忘れちゃった。投票中なのに。わ、これはご飯が 61.4、 お菓子が 38.6 ですね。そうなんですね。そう、板チョコアイスとか大好き。肉、嘘だろ、結局私じゃないのね。今日のナートの裏切り、やばい、それな。そうなんです、意外と私で宣伝していくスタイル。肉を泣き、そうそうそう、アイスも好き。そうそうなのよ、昔はずっとうどんかお菓子しか食べてなかったです、本当にリアルに。お肉遊びだったのね、やばい。投票中っていう番組作ろう。人狼の時と同じ、やめてください。じゃあ、あ、でもこれは絶対違うな、これは多分2択でも割れないと思う。50-50いいんだけどな。思わせぶりなき子でしょ、お肉の裏切り者、やめてよ、リーチ。いたこちょアイス。いたこちょアイス。ジャイアントコーン、私も好き。なんかみんなの好きなお菓子とかアイスとかご飯って何ですか？サーティワンは、あのクッキー&クリームか、あれが好きです。チョコミント。うどんかそばか。いいね、私どっちだろう。うどんかそばか。でも、あの、
よるそれに、それによる。あのうどんはめっちゃコシがあるやつが好きで、ふにゃふにゃだったらそばの方が好きだけど、うどんめっちゃコシのあるやつだったらうどんの方が好き。パピコとか大好きだった。ピノも大好きだな。イタコチョうどん派だーす。いいな。フラペチーノ、チョコはサシャ、わかる。生ラムネ大好き。待って、生ラムネってもうないの？カントリーマーム大好き。絶対におそば、わかる。汁なし担々麺、高橋派かなぎ、なぎお派。絶対ね、あの高橋派はいません。とろろそば、もう。アーモンドチョコ、お好み焼き屋。きしめん大好き。ふにゃふにゃはね、あんま好きじゃない。カレーラーメン。ふにゃふにゃうどん好きなの。あ、じゃあさ、あ、ポテトってカリカリ派かふにゃふにゃ派って分かれんのかな。油そば一番好きかも。一番好きなものありすぎでしょ。あの春日亭の油そばは取り寄せるぐらい好きでした。パルム、オムライス好き。私も。え、ふにゃふにゃ、ふにゃふにゃな人いるんですか。私絶対カリ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 しか信じてない。カリカリ、まあどっちもいいけどね。シチューにはご飯かパンか。いいな、私どっちだろうな。あー、でもパンかも。じゃあまずマックのポテトはカリカリかふにゃふにゃか。いや、ふにゃふにゃもいいよ。ふにゃふにゃも美味しい。1はカリカリ、2がふにゃふにゃ。ふにゃふにゃも味があるんですよ、やばい。1がカリカリ、2がふにゃふにゃ。カリふにゃ。平和な投票すぎる、それな。シチュー連日登場。みんなシチューのファンだから。食べ物の話してるなぎさちゃん、そう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 。無理してフォローしなくていいや。意外とふにゃふにゃも人気。カリカリ以外はだよね。ふにゃ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 に人権を。ふにゃふにゃ、ふにゃふにゃ絶対買ってほしい。カリカリポテト最高。あり、実はホクホク、それはそう。過去にショールームでこのためもあっただろうか、それな。翔太くんだ。歌舞伎弱いから。かわいい。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。おお、カリカリ 65.1、 ふにゃふにゃ 34.9 ですって。まあまあまあ、6割3割ぐらい。ふにゃふにゃも意外といるんだ。ふにゃふにゃも、私はね、ふにゃふにゃでもカリカリでもないんだけど、なんかね、あれが好きなんよ。細いポテト、もう細いポテト、なんかジャンキーな細いポテトが好きです。そうそうそう、もう細くて冷凍のやつとかも好きだし、マックより細いやつ、本当にもう細いポテト。細いポテト赤身でしょ。細いポテト、そう、冷凍の細いやつとか。そうそう、クアイナのやつめっちゃ好き、大好き。そう、冷凍のやつも美味しい。片揚げポテトのブラックペッパーしか勝たんでしょ、普通に考えてさ。ゆで卵がガッ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 、ゆで卵か目玉焼き、いいね。細いの勢い、細い。あとなんだっけ、あ、シチューはパン派かご飯派か。じゃあいきます。じゃん。1パン派、2ご飯派。いやー、昔どっちもやってたんだよな。なんかどっちも食べてたな。まずパンからいって次はご飯いってた。1パン2ご飯。これ分かれるんじゃないですか、分からないけど、分からんけれども。あと私携帯どこやった、あったあった。ご飯パン、これはみんな結構分かれますね、きっと。これさ、何の話なんて感じじゃない。大丈夫そう、みんな大丈夫そうですか。ほんとパンしか勝たん。ビーフオアクリーム、ご飯。シチューの日はどっちも食べ、シチュー食べれないの、みんな。大人の今ならパン。あ、カレーはなんかご飯かもありだね、これ。じゃあ10 9 8、あ、ね、クリームシチューです。5 4 3 2 1。おー、待って、めっちゃ声大きく出ちゃった。え、待って待って、ご飯派が 51.5、 パン派が 48.5。 待って、これ結構奇跡起きたくない。
めっちゃよく割れてる。あー待って、いろいろ聞きたいこと出てきちゃうな。こんなオムライス、トロトロかしっとりも聞きたいし、ちょっと待って書き込むわ。なんでこんな話してんの。オムライス、あとね、なんだっけな、カレーはなんかパンなんか白米か、あともう一つなんだっけ、あそうだそうだ、シチュー湯の50-50目指すやつ、やばい。たこ焼きはふにゃかかりもいいね。ちょっともう今日はアンケートデーにしていいですか。食べ物の話しかしてない。それな。目指せ50-50。青ポンありがとう。続いて、カレーはなんか白米か、1なん2白米。じゃんじゃん、チクチクチュンチュン、1なん2白米、どうですか。今日は平和だな。アンケートデイすぎる。アンケート楽しい、よかった。迷うよね。私はなんかな、いやーでもご飯も美味しいんだよな。いや、なんからのご飯ですねこれは。どっちもじゃんつって。白米様、固めに炊いた白米、めっちゃわかる。私も絶対にご飯は固めがいいです。なんかね、冷や飯が好きなの私。多分ちょっと変なんだけど、なんか冷やっとしてて、あでも冷やっとしてない方が好きか。なんか炊いてあっても絶対硬いのが好き。カレーの種類にもよる。それはそうだわ。カレーうどんが一番いいわ。ごめん、ごめん、カレーうどんだわ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。もう何なのこれ。あ、ねえ待って、なんだっけ、あ、なんだっけとか言っちゃった。ご飯 69.9 だって。カウントダウンはループかくて、それな、それなすぎ。じゃあカウントダウンループ可愛かった。たくさんありがとう。続いては iPad が充電してほしいのかな。いや充電してるんだけど。ね、何聞こうと思ったんだっけ。あ、か、あのこれめっちゃ聞きたくて、皆さん牛肉が好きか豚肉が好きか鶏肉が好きか聞きたいんですよね。いきます。1牛肉、2豚肉、3鶏肉。ご飯柔らかめなんで引っかまる。え、牛肉が多いと思うんだけどさ。オムライスしっとりが気になりすぎてる。かわいい。むずいよなこれ。お風呂入ってくる。食べ方による。ジンギスカン派僕。料理による。確かに、なんだろうね、なんでもいいよ、何の料理でもいいよ。もう一番好きなもの。カウントダウンダメだねこれ。金額考えないよ。確かに好きなのは牛とかあるよね。焼肉いっとく。じゃあいきます。 TDL わかる。鳥おいしいよね。何の話してるの、ごめんなさい。サメギョプサル私も好き。10 9、あ、これ大丈夫かな。カウントダウンするなよって言われた。じゃん、おお、牛肉 52.4%、 鶏肉 24.1%、 牛豚肉 23.5% でした。あ、サイレントだとならないね。なんだ、水ちゃん、リーちゃん、サイレントカウントダウンだよ、カリンリンちゃん。ね、鶏の方が優位なの意外だよね。豚肉も美味しいよね。でも豚肉、私豚肉好きだよ結構。豚なんだっけ、豚ステーキみたいな。豚ステーキ、牛はやっぱ圧倒的人気ですね。じゃあね、これもめっちゃ聞きたい。ごめんマジで投票しかしてないんですけど、カウントダウンフラグ立っちゃう。それとなんだっけ、あ、たこ焼きはカリカリ派かふわふわ派かかかか、どうぞ。私はちなみに本当にごめんなさい、カリカリが好きですけど、カリカリが好きなんですよ。だけどたまに食べる屋台とか大阪とかで食べるふにゃふにゃは世界中美味しいと思う。そうなんだよね、むずいよね。タコ嫌い、かわいい。カリカリトロトロ、1カリカリ、2トロトロ。好みの情緒が。そう、銀だこはマジで美味しい。わかる、もうマジで最高。
ふわとろはいいよね。ねえ、嘘でしょ、カリカリ。そっか、のののちゃん、大阪の赤鬼が最高。許せん。そんな私はカリフワ。あ、そりゃそうだわ。銀だこ食べた時の衝撃忘れられんよね。なぐちゃん、そうなん。あ、ともみだ、今来たの。うれしい。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。おお、1がカリカリカリ、1がカリカリは違う、1が 70.2%、 2が 29.8% だそうです。カリカリ強いですね。あれですね、ポテトはカリカリが強い。まあまあまあ、ふやふやふわふわだって、ふわふわも強いけど、ループしなかった。確かにループすると思ってたわ。じゃあ次はオムライスは昔ながらの固めが好きか、ふわふわとろとろが好きか、どっちですか皆さん。1がなんていうの、しっかりしてるやつで、2がふわふわのやつ。みんなふわふわか。迷うな。でもトロトロかな、トロトロかな、トロトロだけどしっかりしてるのも美味しいよね。こんな楽しそうにずっと動揺してるのありがとう。そうそうそう、ケチャップライス美味しいよね。オムライスガチ勢からするとトロトロ、あ、まんじゅう、ふわふわふわトロ、昔ながらのやつも美味しいよね。わかる、喫茶店のしっかりめも美味しい。デミグラスじゃなくて絶対ケチャップは一緒だわ。私もそう。投票内容がいちいち可愛い。じゃあいきます。そう、両方美味しいんだよな。トロトロが 73.7、ふわふわが 26.3 です。ちょっと最後いいですか。最後にもう一個だけ聞きたいのある。最後だけ、やばい、舌噛んじゃった。最後に一回だけいい、本当にもう絶対やらないっていうやらないっていう、だって。いきます。本当にごめんなさい、本当にどうしても聞きたかった。1がドリア、2がオムライス、どっちですか。なんだ、そう、最後です。どんだけ気になっちゃうの、食べ物に関しては。1がドリアで2がオムライス。ちなみに私はドリアが好きです。私ね、ホワイトソースが大好きなの。グラタンも好きだからホワイトソースが大好きで、だからホワイトソースがあるものは全部好きなんです。ラザニアも美味しいよね、確かに。そう、ミラノ風ドリアマジで美味しい。グラタンはね、優勝だから。グラタンは私の殿堂入りグラタンだから。ホワイトソースのオムライスは好きになっちゃうけど、でもさ、ドリアってなんか熱々のイメージがある。そうそうそう、バターライス、びっくりした、今蒸しいるかと思った。熱々のドリア、オムライチョ、渚風ドリア。そう、グラタンは無条件優勝だから。もうそんな、グラタンコロッケ最高じゃん。もうそんな、いい加減にしてほしい。ほにょにょだ。そう、グラタン無敵、ドリア食べたくなるよね。次行こう。やっほー、ごめんなさいね皆様。グラタン無敵ループ恥ずかしい、ありがとうございます皆さん。このループ可愛いから好き、本当にごめんね、申し訳ない。本当おもろい、やめてください、恥ずかしいな。みんなありがとう。一生ドリア無敵って言ってる。ドリアは美味しいんだよ本当に。声が二重になってる、どういうこと。嘘でしょ、カウントだ。どう、いけたる、いけたるだって。ことあちゃん、くまありがとう。おまんじゅう、声バグってる、治った。まんじゅうタワーありがとう、今日めちゃくちゃ似合ってたコラボ服、ありがとうね。本当に来てきてくれてすごい元気になりました。これからもずっとずっと好きでいてください。おまんじゅう食べます。おいち。こ
これからもずっと好きでいてね、本当に幸せです。とおまんじゅうと今日話せて、そう久しぶりに元気な姿が見れてよかった。いつもお仕事お疲れ様です。ありがとね、本当に大好きだばじゅ本当だよ、ショールームさん、スピーチャーかわいい、みんなかわいい、ありがとうみんなからかわいいって言われると幸せです。カオス配信すぎ、すぐチューする。バブしか勝たん。次のお話し会、食べ物の話しよう。アンケートショールーム、リュウタンタワー、ありがとう。リュウタン今日来てくれてありがとう。そう、リュウタンってね、あだ名を付けさせていただいて、リュウタンこれからもずっと好きでいてください。ナータンとおそろリュウタン、リュウちゃん、リュウタン好きだよ。おでこ食べますかリュウタンありがとうね、これからもずっと好きでいてね。 I love you リュウタン。そう、今日いっぱい話して嬉しかった。あ、アリサちゃんでしょ、収まる。夏美な、夏美ちゃん、アリーチちゃん、今日落ち込んでたの大丈夫。アリサもね、いろいろあるけど、みんながいてくれるから元気になれます。リュータンありがとう、また話しに来てね。今日も京都でいてほしかった。そのお顔強すぎる。ディブありがとうございます。おでこに検温当てたい。何度あるかな今個別アンケート会って何ですか。ジーコクマありがとう。あ、ガッツーガッツだわ、ありがとう。今日すごい嬉しかったよ、ずっとそばにいるって。なぎさもそばにいるし、ずっとガッツのこと支えさせてね。スースー好きチュッチュッチュー、あとちょっとラララビ、アイラビュー、ガッツ好きよいつもこの謎の歌を歌ってしまう。ありがとう、ずっとそばにいるよ、なぎさも。アンチュのこと大好きだよ明日5時起き、私何時起きだろう。明日私そんなに早くないかも知れない、多分そんなに早くないけど、夜は遅いから夜はショールームできないかも。最後にガチ恋投票、いや減ってるでしょきっと。待ってね、あのね、多分舌噛んじゃったとこがめっちゃ痛い。ワンちゃんじゃなくてフルちゃん来てよ。スクショタイム。待って、やばい、宿題やらなきゃ、やばい、宿題やらなきゃ。うわー、終わった終わった、宿題やらなきゃ、やばいわ。何もやってないのに明日から提出だ頭抱えてる今、レポートレポート頑張るね。ありがとうみんな。あ、ぴょんちゃんだ。じゃあ今からランキングやっていきます。柳、柳おでこに住む、あやなおでこに住む、ゆりたろおでこに住む、ひっきーおでこに住む、のんのおでこに住む、かつどんおでこに住む、かりんりんおでこに住む、まんじゅうおでこに住む、ひなおでこに住む、竹若丸おでこに住む、ガンツおでこに住む、アリサおでこに住む、リュウタンおでこに住む。ありがとうみんな、いっぱいおでこに住むの、みんな住みたいです宿題なんてえいって飛ばしたい、わかる。じゃあ最後はあのモノマネをしましょう。なんかさ、モノマネめっちゃ恥ずかしくてさ、あの特典映像でさ、すごい謎にさいっぱいさ、私のモノマネがさ、あの本当に恥ずかしかったです。なぎのおでこに住みたい、刃に住みたい、住みますか、ね、本当に 5% とかなのマジでやばいなと思ってる。ゆきとさん、ピカチュウ、ピカチュウ。ゆきとさん、今日も一日ありがとう、頑張ったね。ハンガー盗んだ人、あの別にあの出来心とかはないんですけど、見えてて思う。赤平さん、渚さ、
なぎさ、今日もこれ銀太くんブンブンハロー YouTube。 1年前のなぎちゃん、1年前ありがとう。ハンガーほんと面白い、嬉しい、大好きだよ。ちょっと早いけど抜けるぞ、みじん。ありがとう、キアラ。斉藤キアラです。あ、ひなものだよ。難しいですね、これ。やっていいのかな、ダメな気がしてきた。芦田愛菜さん、いつも見させていただいてます。めっちゃ考え方が好きです。スタディサプリ、またスタディサプリから通知きた。もうクリスマスぐらいさ勉強しなくてよくない？マオね、心配してた。マオどうしたの本当に心配、大丈夫？しのすけ、ううい、うれ、しのすけでちゅー。その切り抜きめっちゃ見た。やった。あんちゃん、あんな、あんは、あんはこう思うから、あんはセルフ切り抜きやめて。いおり、いおり、いおりむず。モノマネ止める、止めるよ本当に好きだからさ。しんのすけ似てる。おい、おら、しんのすけでちゅー。あいちゃん、私はパス。え、あんは、あんは、なんか、すごい、なんか、こう思うんだけど、あんは、よくし。ごふいたよ、ごふいたよ。ミリニャ、ミリニャ。寝ないで、明日も頑張ってね。じゃないよ、寝ないでください。見るって、見るって。アルペジオチクシ、ホリミヤの誰か、めっちゃ難しくない？ごふいだよ、ごふいだよ。佐々木舞香です。はなちゃん、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 むずっ。おぎはなとはなちゃん、めっちゃむずい。はなって名前がつく人って難しいのかもしれない。おぎはなは、なぎさはみたいな。え、むずい。はなちゃん、とはを誓う。無理無理。むずいむずいむずい。ももきゅん、てあちょてあちょ。佐々木舞香です。ももきゅん、瞳、君に、むずいわ。しょうこもむずいな。メインディッシュの時間、下ごしらえは秘密の味。むず。みるにゃん、なぎさは頑張ってるよ。やじょですよ。ももきゅん、ももきゅんはね、すごい色気がすごいんだよね。さなつ、なた、なた、イコラ袋のなた。いや待って、いや、できる、できるよ、できるよ。やじょでんきゅん。ミリナとアイちゃん似てる。ナタは、ナタ、なんかちゃんむずいな。今この世界はむずい。今日のミリの叫び方、確かに。まなかちゃんか。何が一番真似しやすいですか、ななかちゃん。ありがとう。たし川の子ちゃん、レバレバイブンブン。月のひーちゃん、探しても探しても見つからない。なんかちゃんのパーツどこが、虫が出た時のあなた。おやすみす。待って、今何分？もう3分。あと最高のショールームでしたか。よかった。ブイちゃん、
今日はゆっくり寝るようでありがとう。優しいね。プンプン。ひーちゃんうまい？探しても探しても見つからない、たあ空白の花。好きな人がいたんです、5月の風が吹く頃だった。レディーちゃん。好きな人だったんです、斜め前の席の君が、距離は近くなることもなく、背中もう見えない恋でした。思うだけ見てるだけ、それでよかった。ただの熱唱になったらやめて。わかる。でもね、好きなんですよ空白の花。空白の花がめっちゃね、私ね歌っちゃう。宿題やば。待って、宿題絶対今日のうちに終わらせます。待って、あと何分？あとちょっと、50秒だって。強行突破やめてください。送迎キャンドルチャージ18万回ありがとうございます。ハッチーたくさん寝てね、ありがとう。なお寂しい。みんなまた明日も会えるかな。ショールームできたらやりますね。宿題頑張る。みんなも一緒に頑張ろう。いや、何もみんなは頑張らなくていいんだけど。おやすみ。明日できたらやるね。できなかったらごめんね。明日ね、夜遅いから、そう、多分できない可能性が大きいかもしれない。おやすみなさい。また明日も頑張りましょう。渚は課題を頑張ります。あとお仕事でも覚えなきゃいけないものがあるので頑張ります。おやすみなさい。大好きだよ。 I love you。 ありがとう。